ね、久しぶりにサダさんと一緒に、キャンプをしようと思っております。で、初めての遠征になるのかな、初めてでもないか、広島は前行ったけど、本格的な遠征ですね、本格的な遠征っていうのは今回初めてです。ちなみに今回なんですが、お酒をですねご提供いただいてます。宮崎県のですねリムーンというお酒なんですけども、これがですね CBD 配合というもので、麻の成分ですね、ちょっとしたリラックス気分が味わえるのかな。まだね、届いてから開封もしてないので、実際今日キャンプ場で夜飲むのが楽しみなんですけども、3本セットでですね定期購入できるようなので、この辺もですね、後で飲むのを楽しみにしていただければなと思います。さあ急いで行こう。ございます。おはようございます。やってまいりましたね。もう30分待ったよ僕はマジっすか、そんな早く来ました。もういや、あの修学旅行でしたよ。ワクワクして早く目が覚めるという。ちなみにね、俺は今日3時半に起きました。マジか俺も同じ現象がなんか起こってましたよね。会議入ったのよ。これが荷物っすね。そうそう、俺の方が多いやないかいみたいな2人分にしちゃ少ないですよねやっぱ、うん、でも削った削った、もうあこれもこれもってやるじゃんだけどいや使わんと思って減らして減らして。あそうですよね。ちなみにこれからあのワイルドワンも行くじゃないですか、うん、ワイルドワンって行ったことあります、うん、はい。だってこっちないもん、行かんよね。行くことがない気調べに、なかなかね、なかなか向こうからワイルドワンまでちょっと行こうかって気になるならないですよねよっぽど用があったついでに行くんだらいいけど、で福岡に用もなかなかね、長かったりしますよね。もつ鍋食いに行くみたいな博多の夜博多のいや、ないな。ないじゃろ。ない。あ、有名メーカーじゃない。これね、フェイユーっていう、うん、DJI じゃないです今 DJI かなと思ってた、はい、違うわ。ポケットじゃないです。おっしゃ、行きますよ。はい、九州に入ります。九州上陸です。すげえ久しぶり通るだよ。怖え。ちょっと真ん中にいるよ。真ん中行こう。めっちゃ流されるからね。真ん中なら流されても。ほら、吹き寄る吹き寄る風が吹いてますね。あの今そこ足場、うん、あるけどね、はい。なかったらすごいよ。まだそんなに吹いてないじゃん風。そうね、あれが真横向いてバラバラになりうる時に走ったら。車線変更するけね、勝手に車を。景色がこう見えないのはちょっと残念ですけど、ね、でもその分あの風よけになってくれてるから、ね、九州入ります。入りました。入りました。確か75キロまっすぐなんでなんかあっけないよね、この足短い、ね。一緒に来るのは初めてですしね。そうよね、うん、一番遠く行ったのってあの例の広島でしょ。オレスタしか行ってない、うん。まあ、ちょうど中間だけあの辺でグルキャンやってもいいかもしれない。イベント、あ、広島貸し切ってやるやるって言ってやらんけど、まあ、コロナがあるからねまあそうですね。で、あとやっぱできれば土曜日日曜日がいいでしょうけど、俺が休めんだよ、ね、なかなかね、うん。もう島ちゃん一人で募集してやるんだったら。いやー、俺だからグルキャンってあんまり得意じゃないんですそれはそうです。そもそもが、ね、そもそもがネクラなんでネクラできれば一人でやりたいほらいや、だからキャンプ始めたってとかあるんで。あ、まあ一人でできるから。そう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 、なんか他のことってなんか人がおらんとできんようなこともある。そうなんですよね。なんか一人でこうね遠く行ってこうなんか焚き火でもしながらご飯作って、ね、漫画でも読んでみたいなね。あれがいいよね、あのシンクロ時はね。そうですね。それこそね、俺なかなか家で映画一本見ることってあんま難しいんですよ。子供終わったりね。そうそうそう、こういうキャンプとか行くとそういうことができるんで。確かにね、すごいなんかい
い時間なんですよね。自分だけの時間が取れるんですか。ショッピングモールみたいなところだと思うんですよ。あ、多分、あ、これだ、ブランチって書いてあった。ああ、これじゃん。今とは入らなきゃいけない。やっちまったなってやつですね。都会で U ターンするの大変よね。都会で U ターンはちょっときついな。ちょっとこっから U ターンしよう。ロイホ U ターンしますわ。ロイホ U ターン。金持ちしかできないロイホターン。あ、ロイホターンってこれで U ターンできる。できる。これっすね。これ。この中にワイルドワンがある。らしいっすよ。なんか思った感じと違うな。もっとでかいショッピングモールかと思ってた。そういえばね、うん、全然関係ないですけど、うん、新500円玉見ました。見た。俺今持ってるんですよ。うん、なんか不安になりませんあれ。なる。これ大丈夫かっていう。あれ自販機は入らんとこがあるけで。あ、そうなんですか。気をつけんと。じゃあねえ、なんかもう景色がなんか山口県と変わらない、変わらなくなってきましたね。お、着きますよ。右方向です。続いて目的地です。ここじゃん。これこれじゃないっすね。あ、これじゃん。あの看板見えんでしょ。あなたに到着しました。お疲れ様でした。ここっすかね。ここっぽいね。ここっぽいな。ちょっと一回ちょっと入れてから行きますか。挨拶っつうかね、うん、ここは下があれなんだね。めちゃめちゃここは使わすんかね。どこまでキャンプ場。いや、どうなんでしょうね。よいしょ。それでも初めまして、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、帰りだ。ユンタクロールの久しぶりっすよ。あー、そうです。近場でそうやって見ると結構でかいですよ。でしょ、ね、中入ると広いんですよ、ね、うん。まあでもそれだったらそんくらいがいいよね。堅苦しくなく。そうそう。でこれ前あの2日間こもったんで、この中で。お、全然こもれましたね。お、どうでしょう。設営終わりました。まあぼちぼち。ぼちぼち。前やってたハンモックスタンドと、これ前やらなかったタープですよね。そう、前やらなかった。前やりませんでした、タープ。ねえ、めんどくせえっつって。めんどくせえ。この前が広いですね。広いだろ。全然余裕で座ってなんかいろいろできますわ。だけ一応テーブルとかも持ってきたんだけどね。久しぶりに出したらぶち汚かったじゃん、この辺。あるある。あ、で最後なんならそれをハンモックの下に置いとったらいいって感じですか。そう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 。あの靴脱いで上がる系、降りるとき、うん、ちょうどいいですね。さあ、そしてこれがね、僕の寝床です。まあいつものような感じですよね。中に、コットとインフレーターマットっていうのかな、あの勝手に空気で自動膨張するやつ、あれが入っております。もうそんだけですね。それ以外は何もない、簡素なやつです。何かいいものくれる。これね、あの作ってきたんですけど、金のやつか銀のやつか。わあ、嬉しい。いただきます。いただいてみたい。どうぞどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごい。これなんかこうカラビナとかつけてもらって。これここは何するの。これね、ペットボトルです。ほいほいほい。ペットボトルの首を入れる。そう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 、これで。いやいや、ちょっといけるかな。あのですね、
こんな感じでこうぶら下げるっていう。ここにぶら下げる。あ、そうですそうです。カラビナとかあればできますんで。なるほどなるほど。嬉しい。ありがとうございます。ぜひぜひ。はい。もう飲みよるけど乾杯。はい、じゃあちょっと、はい、いただきます。はい、乾杯。乾杯です。むしろ酒飲まないですか。飲みますよ。あとでまだ今設定中。あ、なるほど。ちゃんとしてるんですよ。俺みたいにね、途中から、ね、途中からはもういいや飲もうやみたいな。そっからが長いね。長いはい、をテント立てろやっていう。うまい、うまい、ね、めっちゃうまいだろう。なんかこれが水のようなんだけど、ね、スーパードライが汗かいたからですよ、うん、これでっこいもん。これ120 120ぐらいあったと思いますね。120の60か。これ多分家族用に買ったんですよ、うん、これでかっ。これ2000円ならラッキーじゃね。いいでしょ。これがあのステッカーと名刺を、はい、名刺もはいありますの、ね、でどうぞ。ありがとうございます、はい、それと あ, すごい、ね、あとあのレザークラフトをしてきまして、はい、プレゼントであこのナイフケースをありがとうございます。オピネルが入ります。いいじゃん。10まで多分入ります。あ、この前あげちゃったやつ。あ、そうです。あ、いい柄じゃんそれ。ね、迷彩柄です。そんな生地がある。そうなんですよ。へえ。ちょっと入手しました。革なんだろこれ。そうです、革です。あ、じゃあけそういう風に染めちゃうってこと。ですね。ね。あ、いい色合いだねこれ。うん。面白い。ね。あ、そうですね、そっち側で多分入る。あ、いいじゃん、かっこいい。いいじゃん。ありがとうございます。はい、使ってください。すごい、これ何、生姜とかも。あ、ちょっとついちゃうね、生姜。さすが九州ですよね。ね、山口県ないもんね、こんなバカになって。酒持ってこよう。お酒なんですよ。おお。よかったら。ああ、どうぞ、ありがとうございます。冷やおろし。冷やおろし。そこのチョコ。おお、すごい。使ってください。ありがとうございます。たださん。ええ。日本酒の。お酒です。ありがとうございます。え、これどこのお酒？福岡の海町でバンダイ。うん、バンダイ、はいはい。え、知ってます？知ってる。冷やおろしだ。あ、え、これ冷やおろ、あ、本当だ、冷やおろしじゃん。冷やおろしってなんですか？夏が過ぎた時。過ぎた時に、要は一回ろ過しただけのやつ、火を通してないやつ。ああ、うん、なるほど、うん。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。バンダイ冷やおろし、うん。今のシーズンはあるよね。冷やおろしが出る。なるほど。うん、生姜がいるよね。俺もこのままでちょっといただきます。じゃあ、ちょっといただきます。いただきます。うん、うまい。あ、おいしい。うん。あとこれ後での話になるんですけど、このリムーンっていうねお酒もいただいておりますんで。リムーン。はい。こんなね。おお、三つ入ってるじゃん。はい。あなたに素敵な月夜が訪れますように。ああ、かっこいいね。いいでしょ。ね。ちょっとこれを見ていただきましょう。ランタンスタンドなんですけど。本当にランタンスタンドって書いてある。8月、あ、7月か。俺コロナになったじゃないですか。うん、その時本当にキャンプ行くはずだったんですよ。ああ、行けなくて、うん、そのままなんですよね。これ何？紹介してくれっていうやつ？じゃないです。自分で買ったやつです。おお、自前。自前。あのテーブルにつけられるやつだったと思うんですけど。だった思う。自分で買ったものだったと思うんで。いかに使ってないかようわかるよね。俺と一緒で買ったけど。タイムネ開けてないですから。お、結構おしゃれじゃん。黒に金。あ、何何、ね、ねじねじでやっていくタイプなんだけど、何色買ったのかそれ覚えてないですか。おい。あ、で、なんか他にも部品があるんだ。これとで、あ、ペグも使えるか。地面に打ち付けもできるんだね、これ。はい、で、使わないですよ。で、多分これが挟むやつだと思います。これが地面用なんだね。地面用ですね。これが地面用。ああ、なるほどね、うん、そうですよね。クランプみたいなやつですよね。そうそう、クランプっつっても ドクタークランプ現れちゃうんだね。それはドクタースランプだよ。
おじさんギャグやめて。俺はあの漫画家の方かなと思ったけど。あ、なんかちゃんとした作りっぽいですねそれ。いや、これちゃんとで、ね、おしゃれよねこれ。ゴールドが入って。いいんじゃないですか。えらいおしゃシャレオツだこれ。これこの下につけれるんだねこれ。うん、多分そういうことでしょうね。これをこのまま刺すんだろうね。刺すときには。本来ね。どこにつける？ここ？横にいっときましょうか、その辺とか。あれ、これだ、え？グラグラ、めっちゃグラグラしてる。あー、それはそうよ。あー、やっぱこれがあった方がいい。このテーブルには合わないですかね。うん、ちょっと柔らかすぎるな、テーブルが。あー、なるほどね。あー、ちょっとこの締めるところがもうちょっと。あー、やっぱ厚みが。なんかもうちょっとうまい具合いかんのか。なんかかました方がいいんですかね。かました方が早いっちゃ早いよね。だけど、はい、ええー、じゃん。あ、いいじゃないですか。ちょっと長すぎてグラグラするのはあるかもしれないですね。まあね。うん。一夜かけて。ほんまや。ほんまや。出た。1780円です。まあ安いね。はい。安。ネジがこんなにバカになるってこともないでしょう、うん、と思う。思いたい。思いたい。だんだんこう弱気になって。わかりました。心配しないで。はい。あ、ラベルもかっこいいね。なんかいい感じでしょ。ね、で、リムーンじゃったっけ？リムーン、はい。リムーンは日々に追われて忙しい生活を送る方に夜の時間だけでも落ち着きを取り戻し気持ちよく朝を迎えてほしい、そんな思いから生まれた就寝前用のリキュール。就寝前用なの。あの、だから寝酒書いてあったのが、あの酔うための酒ではなくて、こうなんか飲んでちょっと心地よい眠りに誘うための酒。そうです。あの、あ、寝る前の一杯とか、その飲んだ後最後の一杯とかでこうリラックスして寝てくれみたいな。へえ。あ、これ焼酎ベースなんだよ。焼酎ベースです、ね、レモン果汁でさっぱりとした味わいにしつつ、焼酎ベースなので気になる糖質も控えめに。お、ええじゃん、これ糖質いったの。お湯割りやソーダ割り、お好みのアレンジでお楽しみいただけますね。CBD っていうその成分が入ってるらしくて。CCB？ ロマンティック止まりません。じゃなくて。じゃなくて CBD。ああ、ちょうどね、ちょっとずつ飲むにはいいのかなっていう。この感じで写真撮るから身からすると A。A 感じなんですよね。A 感じよね、これ、うん、あの月が昇ってきた感じの。そう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 。かっこいいよねこれ、ラベル。ラベルかっこいいと思うこれ。うん、これはね、ちょっとこれ何ロックで飲めるんだって割るんか。まあ割った方がいいのかなと思います。なんで一応今日ソーダ持ってきてますんで。なるほど。1-1ぐらいで割るのもいいのかな。うん、ほら、これ月が出てる。月をほら後でやらせてもらいました、ね、お酒の紹介したら月が上がってきたよ。あロマンティック、ロマンティックが止まらない、止まらない。今日は熟睡しよう。熟睡ね、熟睡、うん、しましょう。リムーンもあることだし。リムーンもある、はい、まあ確かに、はい、最近ね、はい、ちょっとハマってコミック買おうかなって思えるあれがあるんだけど、はい、この戦国小町クロータン読んでます。面白いよねこれ。何個か読んだ。すっげえ野菜、米とかめっちゃ作っちゃうやつ、ね、そう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 。あ、女子高生がタイムスリップして。面白かったそれ。これ面白いよこれね。なんか夢中になって全部読むよね。はい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 。これめっちゃ面白いよ。見よったら、あれ面白い。これなんか、なんでこれが有名にならないんだってくるぐらい。確かに俺もなんか読んで、あ、まあなんかまた異世界ものかなみたいな感じで読んだら面白かったですね。めっちゃ面白い。なんか、うん、めっちゃハマって、うわおもろと思って。すいません。っていうことは宣伝してもらおう。いや、さっきいただいたんですよ。あ、本当に、うん、あ、僕もあの宣伝してほしいかなみたいな。ああ、あれでしょ。あれ、あの最近よう広告に載るんで、どんなんだろうと思ったんですよ。あ、じゃあ持ってきますね。いや、催促したわけじゃないですよ。いや、ちょっとそのためにあの封開けてないんで。もう俺ね、封開けたくて開けたくて、小学校ね、あれ買おうか買うまか悩んでたんですよ、あれ。なんかめっちゃおしゃれ。おしゃれ、おしゃれでしょ。あのパッケージがなんかすごい綺麗なんですよ、ね、うん、登りかけた月みたいな感じで。
よろしくお願いします。これ焼き芋上です、うん、魔界への誘い、これ焼き芋焼酎ですね、うん、これ焼き芋焼酎、芋焼酎、芋焼酎、はい、ミューディーこんなの出しとったんだ。あ、はいはい。最近結構使ってないもん多いよね、キャンプ。最初なんかね、こう、これがいると思って買うんやけど、だいたい最初に買ったもんって使わんのよね、あれなんか、ね、そうですね、全部変わりましたね。そう、さっきみたいにペポライト全く使ってない。そうですね。いや、買った時はしばらくやってたのがめんどくさい。結露するからっていうのは分かるんですよ。結露じゃないよ。違うんですか。だって雨も大丈夫やった。すごい A 点とよ、うん、雨も大丈夫ですよ ね。別に悪いとかないじゃん。快適じゃないよ、このソロだったらもう超快適、うんね、これなんでやろう、ね、なんで使わないの。最近全く触れもしてないなって。博多の肉は安いですね。あのなんかステーキ肉すごい安かった。焼肉とか、あの、なんだったっけ、あそこ、なんていうとこ、あの、ブランチ博多っていうところの、うん、ハローデー、ハローデー、ハローデー、山口県だとあれ、3割4割高いですよね。2000何本ぐらいするよね。しますよね。では、もうそろそろ明かりつけようか。明かりつけようか。もう、人の名のつけ方知っちゃうという。熟知してますね。熟知。もう3つ持ってるからね。若武さん、すみません、そんなに長いするいやいや、そんな、いや、帰って、そうやって、僕らだから、そのワークマンとワークマンプラスはしてたんですけど、ワークマン女子っていうものを存在知らなかったですもんね。結構ある、数がある。そこのワークマン女子は、あの店長が自慢してるのは、西日本最大の売り場面積ですっていう。それはすごい。へー、2個しか全体で10個しか仕上がってなくて。それ少な、そのうちの2個。それ少なすぎる。10個、うん、ワークマン女子では10個の割り当てしかなかったらしい。そのうちの2個がそこに来たっていうんで、うちに来るんだぐらいの感覚だった。へー、まず売り切れるでしょうね。あの1万2800円ってあのダウンの比率の高い、あのどのぐらい入ってるのかな。今日川上さんにもらった、ああれはですね、LMR って、あれも彼の力さんの宣伝で、俺買ったやつなんだ。彼の力さんの宣伝。LMR って僕多分最初買った赤いやつですか。そう。影響力が。いや、あれめっちゃ良かったです。8000何本だったんですよ、俺買った時。今上がってるだろ、だいぶ。上がってます。上がってますよね。あのダウンがキュッてなってるから。ね、ダウンなんかすごい上がりましたよね。すみません、お世話になりました。はい、また、はい、お気をつけて。はい。田之力さんは岩国の方なんですか。岩国ですね。佐田さんは下松市ですね。下松市って、うん、下松市って言ったら周南市わかります？わからんね。小鳥よりも向こうです。だいぶ岩国寄りですね。これあの阿部さんにもちょっとお土産を持ってきたんですけど、え？これがね。オピネルケース、ナイフの、この前ナイフのケースです。あ、ありがとうございます。オピネ の8から10ぐらいまで入りますんで。あ、8から10ですね、はい、ありがとうございます。やってもらえれば。いや、あれ、うん、オピネ、これ私、うん、やったありがとうございます。アイさん、焚き火台の一角お借りしても大丈夫。あ、これ私のじゃないです。え、クロミさんのです。あ、じゃあこっちいいですか。あ、どうぞ、全然乗ります。温める、はい、大丈夫ですよ。 火にかけて、うん、鍋真っ黒。あ、もう真っ黒か。もう真っ黒なんです。もう真っ黒か。で、具材はまだ半分以上は鍋入らなくて、あの冷蔵庫に入ってるんで。いや、もうそれ食えんでしょ、そんなに。うわー、すごい。まだ3月から始めたばっかりなんで。キャンプ、うん、へえ。そうなんですよ、あの一人旅ばっかしてたら、あの友達からキャンプやればいいのに勧められて、ああ、それで始めた。